第1回は香港健太チャンネル、健太です。おはようございます。では今日も早速やっていきましょう。本日8月17日火曜日です。現在時刻6時53分。本日最高気温33度、最低気温26度で晴れです。ただ通り雨が結構降るみたいなので、折りたたみ傘をカバンの中に入れておくといいでしょう。以上、天気予報でした。続きまして、コロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は3名でした。うち3名が海外からの入国者、0名が国内感染者、死者も0名です。また海外からの感染者は日本、スイス、マレーシアからの入国者でした。香港空港のキャセイラウンジの職員が変異種に感染したようです。感染経路は不明。昨日夜7時よりトンチョンの住居は封鎖され、住民は強制検査になりました。以上、コロナ感染者数でした。続きまして、ワクチン接種者の数やっていきたいと思います。2日前の数字で1回以上のワクチンを接種完了しているのが372万8333人、人口の 49.7% でした。必要回数以上のワクチン接種完了しているのが290万トンで6725人、人口の 38.7% でした。またコロナワクチン接種ブーストキャンペーンのラッキードローが行われております。またコロナワクチン必要回数以上接種完了している人はこのキャンペーンに参加できるので、ぜひ参加してみてください。概要欄の方に11個のリンクを貼ってあります。以上、コロナ関係のニュースでした。さあ、本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時24分、ビットコインの価格が 45,831.78 ドルでした。では24時間の値動き見ていきたいと思います。さあ、ここ24時間の値動きで一番高いのが 47,982.38 ドルでした。時刻は16日の10時59分です。続きまして、最低価格やっていきたいと思います。最低価格は 45,700.32 ドルでした。時刻は昨日の4時24分でした。ちょっとこの24時間の値動きだけで見ると落ち気味ですね。ここからどんな値動きをするのか、ますます楽しみになってきました。以上、ビットコインの価格でした。さあ、今日はですね、火曜日なんですけど、毎週火曜日の朝といえばですね、私一番の楽しみがキャセイパシフィックから発表されているファンフェアっていうね、格安の航空券と、まあ、ホテルが選べる時間、まあ、そういうなんていうかプロモーションみたいなのがあって、毎週火曜日に、ね、更新されていたっていうこともあって、私のスケジュールには必ず、ね、7時半、今現在7時半なんですけど、必ずこのファンフェアのチェックっていうのがですね、出てくるようになってるのですが、いや本当海外旅行に行きたいなって思い返させられるスケジュールなので、そろそろこいつ消してやろうかなって思ってるんですけど、いや本当にね、もう海外にいつになったら行けるのかなっていうぐらい、1点2点3点4点もう10点ぐらいしてるんじゃないですかね。シンガポールに行けるっていう話があったと思えば、なくなって、トラベルバブルもまあいろいろとルールが変わって、結局ね14日間の隔離が必要になるのかどうなのかっていう、そういうところにまでまた話が戻ってきてるっていうのでね、非常にちょっと辛いですよね。日本はね全然感染拡大してるものの、まあ逆を言えばね、Go Japan とかわけのわからない政策があったおかげで、いろんなところに皆さん行ってたと思うんですけど、香港はね本当いろんなところに行くっつってもね、まあ、本当東京の半分もない土地しかないんでですね、本当狭い中で、やってる、まあ香港と比べればまたね香港よりも狭いところいっぱいあるんで、まあ香港だからとは言わないんですが、そうね、狭いんでね、本当楽しめるところが少ないなって思いました。いや本当ね、ステイケーションとかでねちょっと高級ホテルに泊まってみたりとかもしたんですが、まあうん、結局ね街に出たら香港なんですよね。やっぱね、うん、ちょっとあんまり面白く、まあ面白い、高級ホテルに泊まること自体は面白かったんですけど、結局旅行気分っていうのはね全く味わえなかったなと思いました。ということでね、そういったコロナの話はちょっと暗い話はさておきですね、今回買った Galaxy Z Fold 2ですね、まあ3がもうすぐ出るということで、2を購入して、まあなんで1世代前のやつを買ってるのかって思っちゃったんですけど、まあいろいろね私も自分で考えてて思ったんですけど、
まあスマホって今最近もうああいう形でしかないじゃないですか。 iPhone とか Android でもそのなんていうのかな、縦長というか板というかね、まあもう普通な感じ、何も変わったことがないっていうのでね、ちょっと何か変わったものが触りたかったっていう、ただそれだけのような気が、今日はしてきましたっていう話です。いやあのね、やっぱりフォールド楽しいですよ。あの畳めるし、大きな画面で作業できるし、すごくまあいいものだと思うんですが、そうなんでこれを使ったのかなって、なんでこれを使いたくなったのかなっていうと、もう本当に単純にあのなんか今までと違う形のものを使ってみたかった、ただそれだけのような気が、してきました。まあでもね、本当今もまだね楽しんでるんでいいんですが、いやあのちょっとね不便さという意味ではね、 iPhone を使ってる人間にとって、エコシステムっていうんですか、iPad と MacBook とのこの相性の良さ、接続の良さ、データのやり取りの良さ、 iPhone をねでコピーしたテキストが、iPhone、iPad とか MacBook で貼り付けができるとかね、そういうのを考えるとね、やっぱちょっと不便になったなと思います。ということで、駐車場ついちゃったので本日ここまでとさせていただこうと思います。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ちょいきんまたね、バイバイ。